グリーンテラスさん、おしゃれな、ね、ぽい感じ。一応ね、市役所から空港向けに行くと牛汁っていう上りが見えて、そこを入っていくと、うん、なんかこんなちょっとね、うん、おしゃれな建物がありました。お邪魔してみましょう。なんかちっちゃいとこって想像してたけど、うん、ほらなんかすごいテラス席も、あ、本当にグリーンテラスだね。え、すごい、なんかおしゃれだな。あ、すごい池だ。池っていうかね、うん、ウォーターレタスだ。うん、池がいっぱいだけど。ね、あ、中もあるんだ。うん、ね、ガジュマル。おしゃれ。すごいね。あ、なんかすごい宴会とかなんかできる。へえ。なんだろう。初めて。すごい。見て、大谷あたりにこんなでっかくなって。ほら、このね、このね、新芽が美味しいんだ、この炒め物が。ね、食用栽培。食用栽培。奥にバナナの木もいっぱいあるし。靴脱いでね、はい、はい、シュッシュもして、すごいいい感じだね、うん、初めて、はい、よいしょ、すごい空間ですね。そうですね、空間びっくりした。なんか、外でも、ね、天気がいい時にやる食べてるし、ね、なんか、団体さんとかも予約とかあってるね。もう予約とかあって、うん、去年の12月です、うん、そうそう、で、ここ泊まるところがあるんですけど、宿泊したんですけど、そこはもう契約の方とかが、内地からの方とか、そうなんだ、関係とか、契約のお客様が一時なんか大きな声が入ったりとか、そうなんですよ、宿舎、宿舎みたいな感じで、そうです、まあ、ラーとか、内地の方とか、いろんな方が70人ぐらいで、もうそこを見ても、そう、また何だろう、なんかアパートみたいな場所なんだろう。バーベキューとかできそう。ね。ね、やってもらえそう。まだ、うん、ね。ね。すごい。やったことはないんですけど。ね、すごい、ね、バーベキューやってほしい。ぜひ。入り口入ってすごい気持ちいい空間ね。びっくりした。ね。ほら珍しい、なんかカフェ、カフェなのにヤギ汁、牛汁、ヤギそば、牛そば、牛カレー。ちょっと俺、ヤギ汁食べていい？うん、いいよ。なんかね、ヤギ汁はね、すっごいお店ごとに味がめっちゃ違うの。ヤギ汁じゃ、ヤギそばじゃなくて汁の方ね。汁。汁。うん。はい。私は八重山そばで。八重山そばでね、ご飯大盛り？ご飯入れない。カフェだからさ、普通コーヒーとかさ、何、うん、パスタとか、うん、中身は、うん、食堂イメージがハンバーグとか、なんかだって、ほら、これがすごいお蕎麦屋さんだよね。ね、ほんとこれ、あの何、蕎麦屋の、あのね、うん、四種の神器、四種の神器ね、ニンニク、生姜、うん、バーチ、島唐辛子、そうそうそう、これぐつ、はい、ね、に、お茶、お茶、うん、すごいね、やっぱり、新発見で、あのスペースがめちゃめちゃ広い。夏はやっぱりその、ね、外で、うん、ね、テラスいいかも。ガジュマルの木でほら影になるし、雨が降ってもほら、一応トタンも取れてるから、うん、透明な波板がついてるか、そろそろ雨だったらもう大丈夫。八重山そば、スープが気になる。八重山そばで紅生姜がついてもまた嬉しいな。キミタンのこのそばの評価のすごいポイントだよね。ただね、うん、紅生姜大事。はい、はい、はい、ごゆっくりどうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。
すごいたっぷりだね。ね。僕勉強です。あのもうね、もうヒージャー汁といえばこのよもぎで、こっちでフーチバ、よもぎでとご飯と。とりあえずあったかいうち食べたいと思います。はい、いただきます。ちょっとまずスープから。すごい出っ張りやん。ヤギの匂い、めっちゃヤギだね。結構ヤギ好きが好きなヤギの匂いだと思う。そう思う、汁もさ、シンプルなんか、うんうん、でも、そんなに臭くはない。味もすると、そんな大丈夫。あ、これ食べやすいです。食べやすいです。うん、あの、ヤギ汁の好きな方にはちょっと、うん、これは美味しすぎるっていうか。本当にね、美味しすぎるのね。これはもう。ヤヤマそばのスープ。おいしい。あのしっかり出汁がさ、すごいすごい。このスープ、ご飯とスープと食べれる感じ。何系のこうすごいあっさりした感じに見えるんだけど。これはベスト。あ、でもおいしい、おいしい。結構しっかり。ロシアとウクライナの冷戦に向けた3回目の交渉が昨日夜から、私しっかりしてます。あ、本当だ、ね、この焼きの香りに負けない、ね、焼きの香りに負けない、この出汁がしっかりしてない。焼きがいまいち苦手な私にとっては、殴りつけた男の正体はなんと70代の YouTuber ですか。すっごい食べやすい。ヤギ汁の中では癖があんまりないかも。あの食べチャレンジするんだったらもうこういう味がいいと思う。これすごい肉厚で、でかいね。これ本当にお肉がゴロゴロ。ほら、すごいすごい。こんな感じです。たっぷりだね。たっぷり。めちゃくちゃたっぷり厚みのお肉。うまいですか。うん、柔らかい、柔らかい、うん、あのほら、なんていうの、ケガモノ臭がない。ケガモノ臭ね、あ、でもヤギはもうジビエだから、ね、でしょ、うん、でも、うん、普通の人はそれで臭いからってするんだけど、うん、まあ、ヤギ食べられるからかな、多分。そんな臭いヤギ汁ではないね。私からするとすごいヤギの匂いが漂ってるけど、うん、ゴロゴロ、すんげーゴロゴロ。やわらかい、うんうん、初心者にもおすすめみたいな感じ、うん、これも食べれたら頑張れば他のも食べる、うん、でもこれ食べれなかったら多分他の焼き汁なんか絶対食べれんと思う。厳しいから、うんうん、では丸麺、うん、丸麺でやっぱり食べやすい。結構絡みそう、なんかスープが、さっきのスープだと、うん、出汁が美味しいね、うん、焼き汁には生姜あるんだよ。ヤギの味がほんと消える。
ちょっと食べれないかもっていう人、生姜入れたら食べれるかもか。でも、本当に肉いっぱい。めっちゃゴロゴロなの。うん。焼き汁には空水入れない方がいいかも。初めて聞いたの。全然やっぱそばだもん。それにはそれに合う。うんうん、一応冒険は必要だからね、うんうん、試してみて意外と合うかもしれない。今日は横取りされません。何も言わないけど伝わったでしょうか。うん、久しぶり。あっちと、いつものあっちとどっちが好き？あっちはこっちは全然食べやすい。あっちはもう店内に入っただけでも焼きって感じがする。でも私からするとこれも焼きって感じがするじゃん。すごい、おいしいなの。ごちそうさまです。会食です。こっちさびた。あっちもね、一定前さびた。一応ヤギ汁で一度通るもだけど、こっちの方がもっと食べやすい。ヤギ汁通からすると頼んない感じ。こんな臭くないヤギ汁はヤギ汁じゃないって言う人いるやん。本当に私の方が臭いのが好きなんじゃない。めっちゃ食べやすくなって、うん、じゃあ初心者におすすめっていう、うん、まずはトリウムでぜひ行ってみてって感じだ、うん、挑戦する人はいいかも、うん、で一口食べてあやっぱりと思う人は生姜入れると全然すっごい食べやすくなる。あの臭みずっと消える。でいいと思う。チャレンジしてください。チャレンジするのは君だ。チャレンジ。パッチーサビタン。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ヤギめっちゃ食べやすかったです。あのお味は大丈夫でした、うん、すごい食べやすかった。そうですか、うん、だから初心者の人にはいいかも。あ、うん、あの臭みとかがね、うん、食べれない人はね。俺はほらもうヤギ大好きだから。ヤギ大好きですよ。もうめーって言いながら食べるぐらいだから。カレーがお好きでしたよね。そうそう、また食べに来てください。ありがとうございます。また寄らせてもらいます。ありがとうございます。ごちそうさまです。あー食べた食べた。ねえ、ほんとこう何すごいいい雰囲気がすごいいい、うん、ねえ今日は新市役所、石垣市の新市役所からほど近いグリーンテラスさんでした、ね。あの新市役所から100メーターぐらい、もうすぐ近く、うん、100メーターぐらい空港の方向に行って左側にすぐね、もう上りがあるね、そばとか。うん、でなんかちょっとえって思ったのがカフェって書いてあるからカフェって思ったら
お蕎麦がいっぱいでした、うん、しかもパスタコーヒーと思ったら、ね、一切ない。しかもなんていうの、しかもなんていう、ヤギ汁牛汁とかいう、もうちょっとコアな、ね、うん、ちょっと勘違いしない方がいいかも。あのカフェだからコーヒーね、そうそうそう、飲んでちょっとケーキ食べてっていう、あのそういうメニューないみたい。パンケーキとかいうんじゃなくて、ね、ないないない、パスタもない。そうそう、うん、うん、こういう感じです。でも美味しくておすすめなんだよね。ヤギはね、うん、本当にね、登竜門、うん、あと一つ、うん、ほら何もう言っちゃうけど、一休さん、一休さんは、うん、あのまあすごく食べやすい。でもここはさらに癖がない、臭みがないからいいかも。さらに初心者はここがいいかも、はい、です。美味しかったです、はいはい、グリーンテラスさん、もう、ね、今検索するとすぐ出てくるんで、うん、はい、ぜひぜひ空港に帰る途中に、ね、はい、時間がある人はちょっと寄ってみて、ヤギでも食ってください、はい、以上です、はい、じゃあね、じゃあね、チャンネル登録もよろしくね、お願いします